フグはね、このチューブをね、かじっちゃうからね、これを飲む形にした方がいいんじゃないかな。こんなのがいい。固めないとダメだな、ちょっとするみたいなやつ。これが一番。でも後ろ行っちゃうかもしれない。もしかして。今のはね、ベビーフグには広すぎるかもしれない。なんか共存できる生き物を買わないとダメだ。やっぱ喋り出し喉がおかしいんだよ。ガラガラ。0.008 くらい pH ね、塩分濃度のやつ、ちょっと分かりづらいけどね。ちょっと待った、勢いがすごいんだよ。ああ泳いでるな、優雅だな。めっちゃいいんじゃないか。なんかゴミ入ったけど。マイク。ああ、いいね、いいね。めっちゃ自由に動いてる。良さそうだね。なんかでも寂しいね。ちょっと敷居でも作ってなんか買いたいとこ、ちょっとね。あの同居させるにはあのすごい絞られちゃうんだよな、あの魚種が。だから敷居が欲しいね。でも pH、海水濃度がねちょっと合うかどうかわかんないから、ちょっといろいろ調べてからもう一回。いや、いいな。すごくいい。ちょっと暗いかな、大丈夫。うん。いいお顔してるな。ああ、いいな。いや、海のシチュエーションのあの、水槽はここまでいいと思わなかった。こんなにハマると思わなかったな。すごいハマってる今。めっちゃ綺麗。ちょっとねエロさの方が上でいじられるからね、気になってるけど、それ以外は今のところ楽しくやれてるかな。対する磯の方はね、まあ今日も元気だ。ちゃんとね、エビもまあ黄色のねビーシュリンプがなんか透明になって死んじゃってたんだよな。なんでかわかんないけどね。もしかしたら食われたのかもしれないけど。でもね、他はずっと今のところは元気かな。あの見えないけどね。あのビーシュリンプ2匹もね元気になんかこう底の方をイジイジしてた。飛びあの跳ねながらね、このあの草のところに隠れてたりもする。ちょっとわかんないんだよね。あのたまにわかるときあるけど、あの特に青のやつがちっちゃすぎてわかんない。
とりあえず乾燥エビを試すか。ちょっと食べるかどうかわかんないけどね。上からてるのに気づいてないかな。ちょっと反射しちゃうんだよな、どうしたの。めっちゃ暗いついてない。カリッととしたね。ちょいちょいね、エビつまんでるよかったよかった。結構気まぐれだな。すごい気が食いつきだ。ガブって大丈夫そうだね。